バーニーの浮き彫り、バーニーの浮き彫り、A、バーニーリリーフ、夜の女王としても知られるは、メソポタミアの威信ラルサまたはコバビロン紀のテラコッタで作られた高浮き彫りであり、翼を持つヌードの女神の姿を描いている。フクロウがそばに控え二頭のライオンの上に立っている。浮き彫りは、ロンドンの大英博物館に展示されている。 作られた日付は、紀元前1800から1750年である。それは、メソポタミア南部に由来するが、正確な発見場所は不明である。その特徴的な図像とは別に、この作品は高浮彫りと比較的大きなサイズで知られている。それは、それが、カルトレリーフとして使用されたことを示唆しており、その期間から非常に稀な残存期間になる。しかし、それが、リリス、 イナンナ、イシュタル、またはエレシュキガルを代表しているかどうかは議論の余地がある。オブジェクトの新生性は1930年代の最初の出現から疑問視されてきたが、意見は一般にその後の数十年にわたり、好意的に変化した。ロンドンの大英博物館の展示ケースの中のバーニーの浮き彫り当初、1924年に、 イラク南部で浮き彫りを取得したシリアのディーラーが所有していたが、この浮き彫りはロンドンの大英博物館に帰宅され、1933年にハロルド・プレンダーリース博士によって分析された。しかし、博物館は1935年にそれを購入することを拒否し、その後ロンドンのアンティークディーラー、シドニー・バーニーに渡された。その後、この作品は、 バーニーの浮き彫りとして知られるようになった。この浮き彫りは1936年にイラストレーテドロンドンニュースで全面的に報じられ一般の注目を集めた。バーニーからそれはノーマン・コルビルのコレクションに渡され、その死後日本人コレクターの坂本五郎によるオークションで買収された。しかし英国当局は彼に輸出許可を拒否した。この作品は 1980年と1991年の間に大英博物館に展示され、2003年には250周年、記念行事の一環として、博物館から150万ポンドで買収された。博物館はまた、作品名を夜の女王に変更した。それ以来、このオブジェクトは英国周辺の博物館で展示されてきた。ありがとうございます。